lights off. Two red devil looking eyeballs, and I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. はい、NK 格闘チャンネルです。よろしくお願いします。さあ、始まりましたよ。始まりましたね。いや、今回ですね、はい、もうほんとさっきね、試合が終わったばかりのライジンランドマークボリューム4。いやー、びっくりしましたね。びっくりした。平本強すぎ。覚醒したね。ねえ、うん、いや、足怪我して体重制限もフェザー級の66キロから70キロに変更されてね、ドミネーター選手ちょっとかわいそうかなとその辺思ったんですけど、いや、それにしてもよ、あれはちょっと成長しすぎじゃないですか。完封しましたね。ね、完全な勝利。平本のいいところが全部出て、ドミネーター2回ぐらいかな、足関節取りに行ったことぐらいじゃないですか、見せ場としては。そうですね。あとはね、もう平本が全部タックル切ってパンチ効かして、クラッシュダウンも何回取ったか、ダメージ心配になるぐらいね、うん、ドミネーター選手はフラッシュダウンして、そこから平本選手がねパウンドに来てくれるだろうと、でそこで引き込んで三角締めとかね、十字とかやりたかったのかなと思ったんですけど、平本選手が完全にねそのペースに乗らず、まさにね昔のミルコクロボックを見ているようなもう本当そういう戦い方で、まあ、寝技勝負は一切せずね、完膚なきまでにドミネーターを叩き潰したなと。もうドミネーターを倒したんで、必然的にっすよ、まあ、ライジンフェザー級のトップ戦線とまでは、まあ、いかないですけど、まあ、中堅より上のクラスに平本はもうなったんじゃないですかね。一気にランキングが飛び級しましたね。ね、うん、萩原を簡単にね一本で仕留めたドミネーター選手をあんなにねあっさり倒すとはね、ちょっと度肝抜かれたね今回の試合。びっくりしたね。こっからの平本蓮の SNS だったりインタビューだったり本当楽しみやし、朝倉未来にね対してどういう風に煽るのか、まあ、足は怪我してましたけど、もともと今回の試合で怪我した感じではないんで、これはね平本選手大晦日出場してさらに上から朝倉未来を煽るのかなと、まあ、朝倉選手はもう出ないと言ってるんでね、頭痛2期というあだ名がついてるんで、平本選手、まあ、会見でね、あの去年言われてたじゃないですか、お前大晦日出ないのかと、ミクル選手がね、言われてましたね。めちゃめちゃ煽って、お前、ね、MMA の試合、全然やってねえじゃねえかと、大晦日もいないんですかみたいな、そんな煽りされてたんで、絶対平本はね、今回、大晦日出場して、朝倉ミクルいないのと、ミクル君出ないのと、まあ、そんな感じでね、煽り散らかすんじゃないかなと。なんか見えますね、うん、未来が。そのね絵を想像するだけでねちょっと楽しみですし、はい、いや本当平本選手の次の対戦相手トップ戦線の選手当てていいと思うんですよ。もしね平本蓮が大晦日に出るとしたら、次対戦相手が誰がいいのかなと、まあ、考えた時に斉藤選手とかね、ちょっと強すぎるかなとは思うんですけどまあ、ね、斉藤対平本蓮とか、今回もドミネーターが勝つっていう予想が圧倒的に上だったんで、まあね、バラさんが言うようにね、名古屋、愛知県体育館、やっぱりアップセット起きますね。何が起きたね。堀口教授、朝倉海のようなアップセットがね、今回平本が起こしたんで、斉藤選手とか、まあ、あと他には、まあ、個人的にはね、萩原2が一番見たいなと。まあ、ドミネーター選手に萩原選手負けてますけど、平本蓮にはね、デビュー戦でボコボコにして勝ってるんで、ここでね、あのお互い成長して、ちょっとね、今回の試合で、平本の方が株上がったじゃないですか。そうですね。ちょっとどころじゃないですね。だいぶ平本の方が株上がってると思うんで。萩原が3連敗してるし、ね。うん。萩原対平本2。これめちゃめちゃ楽しみですし、はい、本当大晦日までね、いいストーリーができたなと、うん、フェザー級マジで熱いなって感じですよね。熱いね。まあ、そもそもね、今回の大晦日は、ベラドールとライジンの対抗戦、そしてアントニオ猪木さんがね亡くなったってことで、まあ、追悼の意味を込めて記念の大会になると思うんで、まあ、朝倉未来選手が出ないですし、朝倉海選手もねどうなるかわからないんで、まあ、朝倉兄弟がいなくても平本蓮がいるんでね、全然盛り上げてくれるんじゃないですか今回も。楽しみになりました今日の試合見て。ねなおさら。鈴木千尋もね妖怪今成の足換地獄から逃げ切ってね見事勝ちましたし、本当フェザー級戦線めちゃめちゃ熱くなってますよね。堀江選手とか、まあ、ウルカ選手とか他にまだ強い選手いっぱいいるんで、ますますフェザー級戦線から目が離せないですし、ライジンの大晦日大会にね向けてどういう風なストーリーがこれから出来上がっていくのか、これからファンの人がねおーとなるような対戦カードが組まれるのか、本当楽しみですね。そうですね、はい、ちょっと興奮がねさっき終わったばっかなんでそうそうそう興奮やばいんですけど、平本蓮の強さが光った
平本蓮が全部持っていきましたね、今大会ね。結構手のひら返し送りつきますよ。前平本選手をね、散々ドミネーターに勝てるわけねえだろうと言ってきたファンの人いっぱいいると思うんで、まあ、そういう人ほんと手のひら返すと思うし、一番悔しいのは萩原でしょうね。でしょうね。ドミネーター何やってんだと。ね、必然的に萩原の株がめっちゃ下がったことになってるんで、いやー、ほんと平本選手まさにあっぱれっていう感じっすよね。これから大晦日にかけてね、あの平本選手がどういう動きをするのか本当注目したいですね。そうですね。はい、じゃあちょっと今日はね、緊急での動画になったんですけど、はい、また、まあ、最近ね YouTube ライブも僕らちょっと素人ながらね始めさせていただいたんで、あのよろしければライブの方もね、前々から告知とかもするんで、あの皆さんぜひね参加してください。お願いします。お願いします。じゃあ今日終わりますか。終わりました。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お願いします。Yeah.